はい、スチームをかけてきました。で、スチームのかけ方なんですけども、本当だったら数センチ浮かしてスチームをかけてあげるといいと思います。あとは心配な方は当て布などをしてスチームとかをかけてあげるといいと思うんですけども、私は結構気にせずにもうくっつけて、でしかも高温でもうガンガンかけてしまってます。で、そうするとやっぱり編み目が潰れてしまったりするんですけども、細編みとかの場合は私は潰れてもいいかなという感じでかけちゃうことが多いです。外側からと、あとは中からもですね、とかひっくり返したりしながら結構もうがっつりかけてしまうんですけども、多分直接もうビシッと当ててしまって高温でっていうのはあまり良くないと思うので、気になる方はちょっと浮かせてスチームをかけてあげてください。では次は、まずは横を決めていきます。底の部分をしっかり合わせて、で横の部分にマーカーをつけておきます。で、こちらマーカーを合わせて中心を決めます。はい、マーカーをつけてきました。はい、ではまずはちょっと長めに残しておきます。少し長めに残して、ここから鎖編みを5目編んでいきます。1,2,3,4,5、 鎖5目編めたら往復編みで細編みを編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、で私は裏山を取るんですけども、裏山じゃなくても大丈夫です。で、その時に鎖一つで立ち上がったら、上から数えて1個2個目、こちらをちょっと押さえてキュッと絞っておきます。立ち上がりの鎖1目、こちらを小さくして、で私は裏山を取っていきます。ここから細編みを5目、1,2,3,4,5。で、そしたら往復編みで編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、また立ち上がりを編んだらちょっと小さくしておきます。で、編み地をひっくり返して、で一つの目に一つずつと、立ち上がりを編んで小さくしなくてもいいんですけども、結構小さくしないと横がボコボコなってしまうので、私は小さくしていきます。苦手な方は普通に編んでいただいて大丈夫です。一番最初がちょっと入れづらいかもしんないですね。で、これで2段目が編めました。で、3段目もちょっと小さくして、往復編みで細編みという感じで14段まで細編みを編んでいきます。はい、14段目まで編んできました。で、そしたらこちらも長く残してカットします。こっちの方がちょっと長めに残しておきます。横をこう縫い付けるのと、あとはバッグにつけていきたいので、少し長めに残してカットをします。で、そしたらこちらの輪の中に糸端を入れて留めておきます。
で、可能であればこちら半分に折ってピタッとアイロンをかけておくといいと思います。ちょっと歪んでいたりとか、とボリュームが出てしまうので、ちょっと潰す感じでアイロンをかけておきます。で、同じものをもう一つ作っておきます。はい、2枚作って、で、結構ペタッとアイロンをかけてきました。で、そしたらと長い方でも短い方でもどちらでも大丈夫なんですけども、マグネットボタンをつけていきます。で、そしたら上から数えて1、2、3、4、5、5段目ですね。5段目のこちらに、どっちでも大丈夫なので、だいたい真ん中あたり、こんな感じでつけていきます。で、後ろにこちらをつけて、で、手でも大丈夫なんですけども、ちょっと硬いので何かペンチみたいなものでキュッとつけてあげるといいと思います。私は内側に入れちゃいます。で、こんな感じですね。で、もう1枚、1、2、3、4、5、5段目のあたり、で、こんな感じでつきました。で、次は短い方にとじ針をつけます。で、周りをかがっていきます。どんな感じでもいいんですけども、まあ私は適当に一目ずつこうかがっていってしまいます。で、一番最後までかがったら中に入れて糸処理をしておきます。中は見えなくなるので、ちょっと心配な方は少し残してカットをしてあげるといいと思います。で、次は長い方、長い方も同じようにかがっていきます。で、一番最後までかがったら中を通して上に出しちゃいます。中ですね。で、ここでバッグにつけていきます。で、もう一つも同じようにかがっていきます。で、長い方は糸処理をせず、このまま出しっぱなしにしておきます。はい、両方縫い付けてきて、で、片方はとじ針がついたままになっているんですけども、とバッグにつけていきます。で、バッグにつける時なんですけども、とこうつくので、片方はこっち向きで、片方はこっち向きという感じで、と両方上向いてこうボタンがついているとこうつかなくなってしまうので、これだけは十分気をつけてつけてあげてください。で、私はこっちポコッと出ている方を下にしちゃいます。下というか見えない感じですね。
で、マーカーをこうつけておいたんですけども、端のマーカーのところ、こちらに、こう下に向けちゃってかがっちゃいます。で、真ん中が3目目ですかね。大体で大丈夫なので、この辺に来るように、こう縫い付けていきます。大体で大丈夫なので、引き抜き編みをしたので、引き抜き編みの下ですね。見えないような感じで縫い付けていきます。この並縫いのような感じで大丈夫です。で、マグネットボタンは結構引っ張ったりするので、何度か行ったり来たりしてあげるといいと思います。で、縫い付けたら糸処理をしておきます。はい、こちらをつけてきました。で、次は反対側もつけていきます。反対側のつける向きですね。そちらを気をつけながら。こちらでは見えないようになっているので、こちらでは見えるようにこんな感じでつけていきます。で、こっちも同じようにつけて、で、糸処理をしておきます。で、こちら、こんな感じで2つつけてきました。で、使わないときは、外して中にこう隠れるようになっています。で、今度はバッグの持ち手をつけていきます。で、そしたら、持ち手をつけていくんですけども、だいたい私は9センチぐらい間を開けたいので、あんまり広く開けてしまうと、こちらボタンをつけたときに、こう、持ち手が中に入ってしまうので、9センチか8センチぐらい開かせるといいかなと思います。で、私の場合はだいたいマーカーの隣から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、8目目。こちらにマーカーをつけておきます。で、こちらもマーカーの隣から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8目目。こちらにマーカーをつけます。で、真ん中は外しておいて、裏側も同じように8目開かせていきます。1、2、3、4、5、6、7、8目目。1、2、3、4、5、6、7、8目目。で、だいたいマーカー、持ち手ですね。持ち手が9センチぐらいになっています。で、こちら側とこちら側、同じ目数ぐらいになっているか確認をしておきます。ちょっと狭いような、ここを留めておかないと持ち手がちょっと狭いかなとも思うんですけども、ここを留めると、こうだいたいちょうどいい感じになると思うので、このマーカーの間ですね、これを開かせて、こちら側とこちら側にこうつけていくので、あんまり端になりすぎてしまうと、こう持ち手がこう中に入ってしまうんですよね。なので、このくらいがギリギリかなと思います。では、次は持ち手を作っていきます。もちろん市販のものでも大丈夫なので、お好みのものをつけてみてください。
はい、では次は持ち手を編んでいきます。一度引き締めて、ここから鎖編みを80目編んでいきます。で、80目編んでだいたい40センチぐらいの持ち手にしようかなと思うんですけども、もっと短い方がいいなとか長い方がいいなという方は調節をしてみてください。もちろん市販の持ち手でも大丈夫です。1、2、3、4、5、6、はい、鎖編み80目編めました。で、そしたら鎖一つで立ち上がって、私は裏山を見ながら編んでいきます。上から数えて1個2個目の裏山から、おっと、針を入れて細編みで、一つの目に一つずつ細編みを編んで、往復編みで3段編んでいきます。ちょっと鎖編みに細編みを入れるのが大変なんですけども、ぜひ頑張って編んでみてください。では往復編みで細編みを3段編んでいきます。はい、往復編みで3段編んできました。で、結構くるくるしてしまうんですけども、最後にアイロンをかけるのでこれは大丈夫です。では次は1周細編みと引き抜き編みを編んでいきます。まずは鎖一つで立ち上がって横に細編みを編んでいきます。1段につき1つなので細編みを3個ですね。入れるところはどこでも大丈夫です。隠れてしまうので、とりあえず細編みを3目編んでいきます。で、そしたらこちら作り目のところなんですけども、こちらに針を入れてこのまま引き抜きます。端までこちらは引き抜き編みをしていきます。あまりきつくなりすぎないように引き抜き編みをしていきます。はい、最後の目まで引き抜き編みをしてきました。で、そしたらこちら細編みを3目編んでいきます。このまま今入れたところの下ですね、まあどこでも大丈夫です。とりあえず細編みを3目隠れてしまうので、なんとなくで大丈夫です。で、このまま横に向かってまた引き抜き編みをしていきます。一つずつ最後の目までですね、編んでいきます。はい、最後の目まで引き抜き編みをしてきました。で、そしたら縫い付けるので、ちょっと長めに残してカットします。で、こちら輪の中に糸端を入れて、で、留めておきます。で、こちらは糸処理をしておきます。で、同じものをもう1本作って、で、一番最後仕上げにアイロンをかけてもいいし、この時点でアイロンをかけてもいいので、お好きなタイミングでアイロンをかけてみてください。では同じものをもう1本作っていきます。はい、同じものを2本作ってきました。で、この時点で私はアイロンをかけてしまっています。ではバッグにつけていきます。引き抜き編みの目が見える方がこちら表になるように、こっちだと引き抜き編みが見えていないので、これを注意してこんな感じで縫い付けていきます。で、マーカーの横からですね、あまり表に響かないように縫い付けます。で、こちらは筋編みの下ですね、2針を
が出るように縫い付けていきます。で、持ち手なので私はそこまで1段ぐらいしかこうつけていないんですけども、結構負荷がかかる場所なので安心できるぐらい縫い付けてみてください。で、安心できるぐらいかかったら糸処理をしておきます。はい、こちらの持ち手がつきました。で、今度は反対側は糸がついていないので、新しい糸をつけて持ち手をつけてみてください。で、他の部分も同じように糸がついているところはその糸で、で、ついていないところは新しい糸をつけて持ち手をつけてあげてください。マーカーの外側ですね。マーカーがついているこちら外側に持ち手をつけてあげるといいと思います。では、あと3箇所、持ち手をつけていきます。はい、持ち手をつけてきて、こんな感じでできました。で、だいたいサイズが、横が34センチ。で、こちら高さが、だいたい21センチぐらいですかね。で、ペタッとした状態だとだいたい30センチぐらいになっています。で、持ち手が ここからだとだいたい間が20センチぐらいで、持ち手の長さがだいたい42センチぐらいで、持ち手の幅がこちらは2センチになっています。で、普通にトートバッグとしても使えるし、こちらボタンがついているので、こちらを留めてこんな感じでコロンとした感じのバッグにもなるので、結構こっちの方が可愛いかもしれないですね。ボタンをつけてると中もこう安心だし、形も結構可愛いと思うので、その時の気分だったり、あとは荷物の多さ、あとファッションによっていろいろ使い分けていただけたらなと思います。で、内布をつけた方がしっかりすると思うので、もし内布をつけられる方は内布をつけてみてください。では、今回は 2way で使えるトートバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。